彼らも余計な真似をしなければもう少し長生きできたのに。残念ね。どうしてこんな真似を。簡単なことよ。私の正体に気づいたから。正体。そこの彼女が言ってたでしょ。軍か。同時に研究者でもあるダーパって言ってもどうせわからないでしょうけど。 Is that supposed to be like fake DARPA? She's the DARPA chief. DARPA アメリカ国防高度研究計画局。そんな、レイエス教授は。 I get your Maho's voice through my Bluetooth microphone. I'd leave my phone connected to DARPA so that we could stay in touch if we needed to.Buy time? Now? It would be impossible. But I'd asked Daro for the impossible many times before. Now it was my turn. I couldn't let her hurt Kagari. Suzuha had lost her weapon. It would be so hard to do this by force. I just need to keep her occupied. その軍の人間がどうして。もともと私の所属するチームはブレインウォッシングの研究をしていたのよ。洗脳。それじゃあカガリは。言っておくけど彼女をこうしたのは私じゃない、彼らよ。 Them? She must have been the people lying on the floor. どうだか。そもそもなぜ軍の人間が洗脳の研究なんてする必要がある。 There was no need to even askI needed to buy time for Darwin to finish his hacking. 決まってるでしょ。思い通りに動く戦士を作るためよ。文句を言うこともなく、死を恐れることもない。国のために身を捧げる最強の戦士を作るため。別に珍しいことじゃないわ。そんなの100年以上も前から世界中で行われているもの。でもね。洗脳なんて面倒なことをしなくても最強の戦士を作り上げられると私たちは気づいたの。それが AI 戦士よ。 AI 戦士。 The name alone made it sound like the title of a cheap sci-fi movie, but that also just made it creepier. なるほどな。人工知能を兵士の頭の中に植え付けるというわけか。そうすれば一様に高度な頭脳と思考を持つ選手を大量に生み出すことができる。へえ。それに特殊技能についての記憶を兵士全員にインストールすれば全員がどんなミッションもこなせる兵士にだってなれる。その通り。ウィンタロ、理解が早いわね。しかもゆくゆくは強意識化することでより綿密で高度な連携を図れるようにもなる。どう？すごいでしょ？そんなの許されるわけがない。陳腐なセリフね。 I was worried that Suzuha might jump at her in fury, but she stayed completely calm. Freyos was right next to Kagari. No matter how fast Suzuha was without a gun, Kagari was still in dangerIf I knew Suzuha, she was watching the situation carefully and waiting for an opening. いい？私たちは世界の治安を守っているの。我が軍があるからこそ世界の平和は保たれているのよ。そのための戦士になれるのなら彼らだって本望のはず。 It was selfish reasoning. There was no way I or anyone else could accept it. But... ははは面白い。レイエス教授、いや、レイエス。貴様、なかなか面白いじゃないか。I saw Suzuha's gaze dart over to me for just a moment. Her eyes seemed to criticize me, but she didn't say anything. リンタロ？リンタロではない！ My job right now was to keep her busy until Daro broke the lock on the files, which meant that now was the time to act.To act the part of the biggest fool I could. That was my job. 我が名は、法王院教魔。
世界の支配構造を覆し混沌に陥れる男。一体何の冗談？この狂気のマッドサイエンティスト封印教魔が認めてやろう。貴様なかなかにマッドだ。ほう、何？封印教魔だ。岡部凛太郎とは世を欺くための仮の姿、その正体こそこの俺、不死鳥のごとく蘇るマッドサイエンティストだ。何それ、あなたユニークね。For a moment her mouth hung open in shock, but she quickly regained her cocky smile. They couldn't back down now. レイエス、これまで貴様がやってきたことはすでに把握した。貴様は AI 戦士の研究のためにビクトル・コンドリア大学の教授として潜り込んだ。そしてその過程でアマデウスプロジェクトにたどり着いた。そうだ、ええ、その通りよ。アマデウスはなかなかに面白いプロジェクトだったわ。でもそれよりも面白かったのは、 She stepped on the body next to her as if it were an object, not a human being. アマデウスプロジェクトの影に見え隠れする彼らの存在よ。案の定探りを入れてみたらとんでもないものが見えてきた。何が出てきたかはあなたも知ってるでしょ。タイムマシーン。Reyes flashed me a dazzling smile and nodded. なるほどな。人類の夢であり、決して作り出すことのできないと言われたタイムマシン。その理論が記された論文の存在に気づいたか。それを手に入れれば、世界の覇権をも手に入れることができると。だが、くだらん。貴様らの考えることは皆同じだ。くだらないですって。ああ、実にくだらん。世界の覇権、国家のため、組織のため、機関のため、どれも矮小な目的だ。そんなもののために世紀の大発明を利用するなど、科学者として下の下。私は科学者である前に軍人よ。国に命を捧げたものなの。我が国が世界の覇権を手に入れれば、それだけで抑止力になる。それは世界のためでもあり、人類のためでもあるのよ。Her voice was rising in excitement. だから決して他の国に先を越されるわけにはいかない。革命的な理論を私たちが手に入れることで、世界の均衡は守られる、世界の平和は保たれるのよ。それを他の国に、ましてや一民間企業に手に入れられるなど許すものですか。それがこれだけの人間を手にかけた理由か。あえてもう一度言おう。くだらないな。あら、そう。彼らには悪いことをしたと思ってるわ。She didn't really sound like she meant it. 本当なら彼らを泳がせるだけ泳がせておいて、すべてを手に入れてからデータを頂戴するつもりだったの。なら、なぜ殺した？スパイとして潜り込ませていた部下の一人がヘマをしでかしちゃったの。だから、それについてはこちらの落ち度だと思ってるわ。でもね。彼らだって悪いのよ。うちには民間の研究者も在籍しているの。そちらに席を用意するって提案したのに、欲を出して要求を突きつけてきたりなんかするから、才能のある人間を失うのは不本意だわ。 The corners of her mouth rose a little as she spoke. It didn't seem like she really felt that way at all. さて、ここで一つ提案。岡部凛太郎、あなた、うちに来ない？
何？あら、意外って顔ね。一体何のためにわざわざこんな話をしたと思うの？メイドの土産になんて、日本のサマライシネマの中だけの話でしょ。Yep, only there. That's the only place they belong. 心配しなくていいわ。私たちは国籍なんて問わないし、お望みならばグリーンカードだって用意してあげられる。つまり、俺のこの法院清馬の才能を認めたというわけか。もちろん、才能のない人間には声をかけたりなんてしないわ。あなたには才能がある。それにマキセ・クリスの友人でもある。 The real reason she was interested in me was probably the latter. It was far too obvious. マキセ・クリスのタイムマシン理論について、俺が彼女から何か聞いているかもしれない。そう期待しているわけだ。だからこの俺が欲しいと。役に立つ人間は引き抜く。正当な対価も払う。それが私たちの生きる世界のルールだもの。ということは、役に立たなくなったら俺もそこに転がっている彼らのようになるわけだな。それはあなたの働きと心がけ次第じゃないかしら。Reyes laughed and went around behind Cogarty. She seemed to be moving casually, but since Suzuha didn't pounce, she probably hadn't left any openings. Dare? Mada nano ka? I was hitting my limit for buying time. Ma, yukkuri kangaete. この俺の才能に目をつけると、なかなかハイエスト愛の持ち主だ。ハイエスト愛？目が高いという意味だ。メリケン人はそんなこともわからないとはな。だがまあいい。科学者としてゲのゲだと言ったさっきの言葉を取り消して、何せこの俺の才能を見抜いたのだからな。あら、それならこちらの提案に乗ってくれるのね。断る。なぜならこの俺は王院教魔だからだ。狂気のマッドサイエンティスト、孤高の存在でなければならない。いついかなる時も何者にも属してはならない。それが宿命。At first Reyes seemed surprised, but then she exhaled a long sigh. まあ、それについては結論を急ぐ必要はないわ。彼女の処置が終わるまでゆっくり考えてもらって構わない。カガリをどうするつもりだ。Suzuha still had her hands behind her head, but if it looks like a kill, Reyes would be dead already. わかりきったことでしょ。彼女の頭の中にマキセ・クリスの記憶を上書きするの。それは。Then in the other world line, maybe Derpa did that, and not Strat 4. And that wasn't all. Was the woman in the motorcycle suit who attacked the lab? そんな顔しなくても大丈夫よ。このために今日まで動物や何人もの人間を使って実験を繰り返してきたんだから。Reyes rubbed Cogarty's cheeks lovingly. そもそもこれまでのシステムには致命的な不具合があったの。でも今回はそれも解消した。その上、彼女の高い適応力もある。きっと成功する。Every single word she spoke.And she spoke so slowly. Felt like it was drawing me in. Chris の記憶が、頭脳が、この子の中で再現されるのよ。そうなれば、記憶のブラックボックスなんて存在しなくなる。私たちの言うがまま。彼女は、きっとタイムマシンについても全部教えてくれる。もうクリスの PC もハードディスクもいらない。彼女さえいてくれれば、
それでいいの。